男に振られて泣いたあの夜、それでまた人を好きになって会いたいなって思っちゃってさ、俺も結局こんなもんです、こんなもんです。よかったな、いつか卒業もするけど、それまで あなたにもらってたよし、幸せでいてね、あなたが悲しむ世界はね、愚痴っぽくてかっこいいね。愚痴じゃねえし。あれ？よっしゃろー系のためだね。全然違うし。よっしゃろー。ダメだよ、真似したら。そんなよっしゃろー連呼しないし。お前で味を取れみたいな。あれあれ、昨日できた新曲。昨日できた新曲。うん。あのほらもうこれはもうカズさんに聞いてもらいたい。キム天才だ。キム天才。カズさんに聞いてもらいたいこの歌。なんか喋り方なんか敬語っぽくて嫌なんだけど。敬語の真似してるよ。敬語の真似。俺らしいでしょ。昨日できた曲で。ほら、いたし。ロックンロール。ロックンロール。ロックンロール。何でもロックンロールだから。昨日、即席即興、なんていうんですか、これは。即席な感じでできた歌。タイトルは、お父さんがお母さんに送ったメール。出た、それか、それ来たか。忘れちゃったよ、どんなのか。
ありがとう。イエーイ。どうもありがとう。やさに言えない。だから言えない。私は聞いてるのが恥ずかしいの。大体がふーじゃねえの。だから直接言うわ。みんなで送ろうぜ、そのメール。イエーイ、送ろうぜ。気分に送るぜって。面白かったですか、この歌。俺その気分に送るぜ。面白いわ、ね、どうも。その文面で。それな、はい、あの、夏美ちゃんが前にちゃんとやってくれ。それはちょっと無理か。無理です。どうしよう、ユキ、ここの部分だけ YouTube 流したから。再生回数がすごいことになるんじゃないですか。いや、ちゃんとな、あそこを切ってやるなって言ってくれる、リバーをかけるから。ユキちゃん、かわいい。北の最終兵器、キムです。いや、カズさんから昼に、あの、もしもし、北の最終兵器、キムさんですかってメール来て。カズさん。あ、なんか、ちなみに、カズさん、ハンバーグの参加できるらしいんで。あ、はい。はい。よろしく。よろしくお願いします。MC で言うのか。ハンバーグ。ハンバーグ、カズさん何キロ食べるの。何キロ？そう違うんです。キロ単位で答える。キロ単位だからね。キロ単位だよ。これって。ユージ1キロ食うぜ。ユージ0.6ぐらいですね。米なしで。米なしで。なしで。伝えろちゃんと。はい。来週の水曜日、僕企画巨大ハンバーグイベントインバーンあるのでどうぞお時間がある方は遊びに来てください。あれ吉井のオッケーなんでしょ。欠席します。欠席ダメですよそれ。オッケーでいいですよ。オッケー、さよなら。あ、グラム数聞いて。グラム数はちなみに今答える。辛いよね、今答えるのね。今わかんないよね。ちょっとお腹いっぱいな状態。1キロ、うん、皆さんで1キロハンバーグ食べましょう。食べるよ。イエーイ。今私10キロのハンバーグこねるってことだね。僕も手伝うんで大丈夫です。私も手伝うから。では次の曲いきたいと思います。